買っちゃった86。内緒にしといたけど今日が納車だったんすよ。おお、まだ綺麗じゃんか。ついに親父に泣きついて保証人になってもらったわけだ。いや、それよか、結構良心的な店で程度の割にはすっごく安く買ったんですよ。マジでいいじゃねえか。掘り出しもんかもしんねえぞ。びっくりした。本当に買っちゃったのか、美月。当然だろ、匠。これ以上お前に差をつけさせるわけにはいかねえからな。今日から下り最速の86コミを俺は目指すぜ。おうおう、言うこと言うこと。俺嬉しくて嬉しくて昨日の夜は眠れなかったんですよ、実は。わかるわかる、その気持ち。俺も S13 納車される前の夜は眠れなかったよ。そうですよね。なんて言ったってマイカーだもんね、マイカー。こうしていても夢みたいだよ俺。ノーマルのホイールに70のタイヤが泣かせるぜ。ちょっとエンジンかけてみろよ、美月。いいっすよ。なんか冴えねえ音だな。マフラーノーマルだとこんなもんなのかな。ご心配なく、マフラーは交換します。タクミンチのトレノみたいにいい音出して走りたいっすから。はあ、嫌な予感するな。ちょっとボンネット開けてみろ、イツキ。え、やっぱりな。店長、お前間違えてるぞ、いつき。え、間違えてる？これは86じゃない。85だ。85ってまさか A85？ ま86と85じゃボディは同じでも性能は月とスッポン、女神とお庭バーだぞ。86のエンジンは DOHC で85は SOHC だからな。DOHC と SOHC は全然違うんだね。そんなことも知らねえで買ったのかだって。すまん、ミスキー。だけどおかしくって。お前ら笑いすぎだ。いつきの身にもなってみろ。すいません。いつき、ほっといてくれ。俺に構うなよ。そんなこと言ったって。みんなをびっくりさせようと思って一人で車探したのが間違いだったんだよな。道理で86にしては安いと思ったよ。そうとも知らずに一人で舞い上がって死ぬほど恥ずかしかったよ。お前だって俺のこと心の中では笑ってんだろ。違うよ、俺お前のことが羨ましいんだ。羨ましい？いい加減なこと言うなよ。いい加減なんかじゃねえよ。お前すごいよ、まだ高校生なのに自分だけの車があるなんて。自分だけの車？そうさ、8号だっていいじゃないか。エンジンついててタイヤがあれば走るんだし、パワーなくったって下りならスピード出るし、いっぱい走り込んでテクニック身につければ。いいよな、車って。お前さ、なんか変わったな。そうか。ああ、前はもっと車に冷めてたのに。たくみ、俺なんかあの8号好きになれそうな気がしてきた。
どうせ俺まだ下手っぴーなんだしさ。だな。そんなに力強く言うなよ。でも早速今夜秋名さん走ってみようかな。匠付き合えよ。ああ、お前の八号でな。匠、やっほー。じゃあ今夜10時頃迎えに行くからな。絶対だからな。ああ、一番ないでちょっと待ってろよ。